皆さんこんにちは、まさこです。どうぞよろしくお願いします。見てください、ポルチーニらしきものがですね、いっぱいいっぱい、私がここにいるところですね、パッと見でも10個ぐらいですね。ここにもですね、ここにも、ここにも、この半径1メートルのあたりでですね、10個ぐらいのですね、ポルチーニらしきものがですね、いっぱい生えています。というのはですね、本当はこの時期ではないんですが、今年はですね、6月に入ってですね、かなり雨の日が多くてですね、通常は6月はですね、カラカラの天気なんですが、今年はですね、去年は5月だったんですが、まあ、異常気象で6月、雨の日が多かったためにですね、こういったですね、季節外れの、ものがですね、いっぱいいっぱいですね、森の中に、出てきています。はい。アンパンではありません。超特大のですね、ポルチーニ竹のようなものをですね、見つけました。これね、本当にですね、本物であればすっごいね、高価なものなのでですね、高額で売れるんですけれども、まあ、こればかりはちょっとですね、殺人犯にはなりたくないので、このままですね、拝んでおきたいと思います。このポルチーニはですね、これうちなんですが、うちからですね、ぐるーっと回って、このハンモックいいでしょう。香典ですね。うたた寝すると本当に気分がいいです。こんなところにですね、こんなと、本当に、家の前にですね、ポルチーニがいっぱいいっぱい出てきています。でもうちはですね、主人がですね、昔、ポルチーニ、これはポルチーニだと断言されてですね、食べたところですね、一度病院に運ばれて死にかけていますので、これからです、うちはですね、これを取ってですね、リゾットにするということはありません。はい、セミが鳴いている聞こえますか？昨日からセミが鳴き始めました。